は。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。はい、改めまして皆さんこんにちは。こんにちは。本日は満開ムービー A3 スプリング&サマー大ヒット舞台挨拶にお越しいただき誠にありがとうございます。夏組リーダー爪楊天馬役を演じました陣内翔です。よろしくお願いします。お願いします。自己紹介お願いしようかな。はい、夏組瑠璃花駅役の宮崎優と申します。よろしくお願いします。夏組咲坂無垢役の野口純です。よろしくお願いします。イカルガミスミ役の違う。はい、ちょっとぐらいやっとかないと。AMV の監督をさせていただきました倉田健三申します。本日はありがとうございます。いや、前回のあの、はい、何でしたっけ、一番最初の舞台挨拶が春夏のね、はい、9人と支配人のタグちゃんと、はい、だ僕だけ行けなかったっていう。そうですね、陣さんは映像出演で、はい、ビデオで登壇したんですけれども、はい、あの僕が喋った時にみんなが喋って何を言ってるのか分かんないって、ね、そうですね、いい感じに歯車が噛み合わなかったですよ。 ありましたので、はい、あの今回はしっかり皆様に感謝を伝えられればなと思いますので、はい、最後までぜひよろしくお願いいたします。今日はいろいろと満開ムービー A3 スプリング&サマーをね、深掘りしていきたいと思うんですけれども、深掘りしましょうよ。質問をツイッターで募集させていただきましたので、はい、私が代読しますのでね、はいはい、なのであの NG なしでちゃんと答えてください皆さんはね。もう何でも、はい、さらけ出していきたいと思います。マニアとの質問が来ますので、はい、映画の劇中劇も実際に小劇場で行われていましたが、はい、舞台での劇中劇との演じ方の違う点、気をつけたところなどを教えてくださいという質問ですね。お、劇中劇、やっぱり劇中劇って心の声ってすごく大事じゃないですか、うん、そうだね。そうだから、心の声があるからこその劇中劇というか、なんかその実際ではそうじゃないんですけど、うん、やっぱその俯瞰して監督として見る場合においては、やっぱ心の声がやっぱり肝になってくるわけで、うん、舞台だと結構そのパーンって切り替わった瞬間に、うん、なんて言うんだろう、体で表現したりとか、はいはいはい、ちょっとした動きが多いんですけど、うん、やっぱ映像って僕初めてなんですよ。映像、映画に出ることが初めてで、すごくないですか、初めてであの演技ね。すごいよ、純ちゃんは。そうでございます、本当にもう嬉し、素直に嬉しく受け取ります。末恐ろしいんだから。そこでですね、やっぱりジンシャンを筆頭に監督にも、ジンシャンって呼ぶんですね。12個年下ですね。陣内先輩を筆頭に、ね、やめてやめて、ジンシャンでやって倉田監督にもすごくいろいろ相談させてもらってそうだ、ね、やっぱりそれが顕著に出たのが、うん、劇中劇のあの心の声のシーンだったりするんで、なんかその声の思い返しながら、今これで言ってるんだよって思いながらやる、なんかちょっとした目線とかちょっとだけチロみたいな、なんかすごく楽しかったです、うん、僕やってて。確かにどうでしたか。そう、あのほら最初にさ舞台でやった時はさ、さっき純が言った通りさ、うん、はい、その感情、言ってる感情と違う、うんうんうん、はずなのに、うん、でもそれも全部口で言ってたじゃない、うんうん、でもそれをさ最初の時に松崎ふめさん、演出のふめさんも本当はこの心の声を言ってる時に全然違う演技をしたいけど、うんうん、いや今回はそっちに舵を切るって言ってて、うん、だからそれを同じシーンだけど映画で表現できたっていうのが、なんかフミヤさんも嬉しかったんじゃないかなと思います、うん、僕は、映像ならではのっていう感じでしたもん ね、うん、ね、そうですね、なんかやっぱ目線でセリフを言うっていう、なんかかっこいい言い方してるんですけど、うん、おーかっこいい。いやでもかっこいいっていうか、その、うん、でもなんかあの心のシーンも、あ、ここスローモーションになるんだろうなっていうのもなんか感じたよね。空気感っていうか、うん、なんかすごい、なんかそのなんだろ う、 もう映像の武器じゃないですか、こういう。ちょっと待って、それ気になるな。すごい、その動き気になるな。あのかっこよさあるじゃないですか。あるよね。スローモーションは自分でやらないからね。自分でカメラがやる、編集さんがやるからです。ちょっともう一回見たいな、スローモーション。やってなかったよ、現場では。やってないよね、そのスローはね。やってないですけど。監督はなんかあの劇中劇、いや、あの、はい、まず、まあ、今のシーンもそうですし、はい、多分夏組しかやってないことが一点あるのが、はい、あの、天馬が、はい、天馬と魔人のやり取りのところを、はい、あえて本当にお客様もエキストラの方々に入っていただいてたので、はいはい、うん、あの全員で本当に笑ってもらう、うん、で リアルなあの笑いをいただくっていうところを、うん、もうアドリブで組んで、うん、あそこで組んでもらいましたよね。そうですね、あそこで、ね、急遽というか、はい、せっかくだったらもう
舞台人としてのこの強みもここでちょっと出せたらというところで皆さんと一緒にリアルなアドリブですよね。あそこはネタ合わせ一切なしで、確かにあそこをなんか夏組試されてた感じありますよね。多分他の組では一切やってないですね。劇中劇でアドリブは入れてないので。なるほどなるほど。でもあれはやっぱ笑いとしては重要じゃないですか。確かになんかプロレスなしでもうエキストラさん笑わしたろせみたいな空気があったんですよね。プロレス、プロレスっすなんかもうこれ全然わかんない。心の底からの笑いをやっぱり俺ら手伸ばしてたじゃないですか、あの時。違うんですよね。俺だけだったっす。それわかんない。そうだよね。ごめんね、ジュンちゃん。プロレスなしだよね。だプロレスの話なんだっけ。ジュンちゃんいなかったら、はい、今どうにかなっちゃったっす。ハッシュタグプロレスの話だ。はい、もう分かんない語録が、はいはいはい、ぜひね、今日のあの感想はハッシュタグ AMB とハッシュタグプロレスでもらえるんですね。細かすぎて伝わらないこだわりや好きなシーンがありましたらぜひ教えてください。ちなみに質問者の方は砂浜を走っている時おそらく三角っぽい石を持ってどこまでも走っていくミスミ君が好きだそうです。皆さんのこだわり、会場の監督の皆さんは気づいていたか、拍手などで聞いてみても良いかもしれませんということまでね、スポンスいただけるんですのでね、すごい、ありがとうございます。指示が細かいですね。ありがとうございます。どうしようかな、こだわったシーン。こだわったシーン、あでも好きなシーン、僕じゃあ先言わせていただくと、やっぱりあのカレーを食べてるシーンで、やっぱりその感情ももちろんあるけれども、うん、そこでやっぱり抜かしたくないのが、うん、そんなことより野菜は避けるというあそこ細かいこだわりは素晴らしい。ありがとうございます。すいません、これはやっぱり考えたかな、はい。うん、でも僕もテーマにまつわることなんですけど、なんかその口でのお芝居っていうか、うん、なんだろうな、そのなんだろう、あどけなさとか、なんかまだ天馬として、その夏組リーダーの天馬としてまだ未熟な段階のその天馬のその心のジレンマをなんかすごい口で表現されるのがすごい巧みだったなというか、なんかそういう意味ではやっぱその舞台ではもう見れない天馬なので、なんかそういうなんだろう、口でのお芝居ってあのなんか、はい、日本人あんまりしないらしいんですよ。やっぱだから天馬はやっぱ世界目指してるじゃないですか。そうですね。だからやっぱワールドワイドな芝居をその汲み取ったのかなって思って、陳さんが。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかこれプイプイっていう感じ、こういう感じがすごい好きで、はい、ありがとうございます。すごい良かったなって。じゅんちゃんありますか？なんかすごいこだわった、稽古をしてるシーンがあるじゃないですか、うん、はいはいはい。で台本を実際に持ってて、うん、でなんか付箋が貼ってあるんですよ、うんうんうん、あの多分初めて今日見てるって方はあんまり思い出せないかもしれないです、うんうん、ぜひちゃんと見てみてください。あの付箋が貼ってあるんですよ。で稽古をして進むにつれて、うん、その付箋がちょっとずつなくなってたりするんです、うんうん、セリフが頭に入ってきてるんだよね。そういうなんか、あちょっと覚えてきた、あムクはちょっとやっぱり付箋多いなとか、ユキは、まあ、そんな多くないけど、うんうん、ちゃんと要所要所であるんだなみたいな、うんうん、そういう細かいところも見て、ね、何回でも見る人も気づいてる人いたら、うんうん、ね、すごくもう素晴らしい。確かキャラクターのなんかやっぱ台本の読み込み度って全然違ったもんね。そういうところですね、こだわったところというか、うんうん、ね、みんななんかその実際使ってる付箋これもらっていいですかとか言ってスタッフさんのあ確かに ね、 そうね、やってましたね。台本を、映画の中で使う台本を5冊新品のを用意してもらって、うん、ちょっと5人でおのおの5分ぐらい時間もらって、うんうん、だから天馬は絶対読み込んでるだろうとか、うん、5個なんだろう、5社雇用みたいな、はい、確かにそうですね、なんかね、うん、そういう台本になったもんね、うんうん、はい。あれ突然終わった、最後もね、つづるが脚本を書き上げ倒れるのはもう定番の流れですが、はい、皆さんが時間を忘れるほど熱中していることはありますかということで、これは監督にも聞きたいのでぜひお聞きしたいですね。何ですかね。ジュンポはあれだもんね。僕はもうそうですね、今までここ2年ぐらいですか、2年前くらいまで全くゲームというものを人生でやってこなかったんですよ、うん、ほとんど、うん、でもちょっときっかけが出会ってしまいまして、うん、ゲームというものに、それからはもうゲーマーになってしまいまして、最近
あれなんかごめんなさい。なんだよ。そうだからゲームにハマってます最近。対人のオンラインゲームにすごく最近ハマってますね。もうやってたらすぐ1時間とか2時間経っちゃう。時間忘れちゃうよね。確かに。ゆうちゃんありますか。俺は時間を忘れて熱中しちゃうものですよね。うん、お芝居っす。そう、さすがだね。でも本当になんか、そうだよね、さすがなんかやっぱりいい現場ほどもう朝入って、うんうね、もう夜なのってなっちゃうじゃないですか。そうだね。はい、なんかやっぱり本当に時間を忘れられるって、うん、なんか幸せな空間ほどやっぱり時間が経つの大変だなって、うんうん、しみじみと最近26になって思うようになりました。はい、じいさんは何にかありますか、ね、いやもうちょっとね、はい、被るとこあるんだけどね、はい、お芝居です。さすが、すいません先取りしちゃったよ。やっちまった、じいさんごめんなさい、すいません。はい、やっちゃった。一番はしゃいでるやん。一番はしゃいでる。でもお芝居頑張った後にやっぱご褒美でねちょっとたしなむのは好きなんですよやっぱり。あーあーなるほどね、はい、クイッと、はい、あれがねやっぱ時間を忘れられるというか、確かに大人の楽しみですね。大人の楽しみをさせてもらってますね。監督は何かこの後に話すんです。すいませんでした。すいませんでした。いやもう普通に僕は暇さえあればやっぱりもう仕事なのか趣味なのか分かんないですけど、うん、映画やドラマはもう見るようにしてますね。そうですね。最近あの間に合わなかったんですけど、はい、今ようやく2話まで進んでるのが知ってます、あの上下って。まさかこんなところで言っていただけるなんて。いやいや、愛がありますね。ちょっと応援してみてます。すいません、ありがとうございます。だったり本当にいろんな方々の活躍やいろいろ、まあまあ勉強は続けないとやっぱりダメだなと、うん、まあ、ある意味お二人とも近いかもしれないですね。いつも何かやってないといけないなと思ってるので、うん、そうですね、はい、休みの日でもだって結局考えたりしますからね、役者も。そういう時こそ膨らみますもんね、うん、伸びしろが、うん、だからあんまり、それも明日からゲームやめよ。大丈夫、ゆうちゃんはね今日はやるのね。今日はやめない。今日最後やって明日からやめよ。ゲームにも必要なこといっぱい教えてくれるから、うん、そうだよね。そう、ユウは何なの今の。どっちの、どっちの味方なの。ユウ君はいつもねみんなの味方でいてくれる。ジュンちゃんの味方で、はい、これからもバックアップさせていただきます。いや、もし自分以外の役でお芝居できるなら誰の役をやってみたいですかっていう質問が来てますね。はあ、わあ、自分っていうのはなしだからね。はい、うん、誰の役でってことですか。誰だろう。もうここまで自分が出てきてるじゃん。はい、やっぱりでもじゃあやめよう。はい、でもみんな自分の役が大好きということで。そうだね、はい、さっき埼玉でも言ったんですけどやっぱシトロンさんやりたいんですよね。何、シトロンさん。シトロンさんやりたい、はい、いつかやってみたいなって。シトロンさんをやりたい理由は何だっけ。いや、やっぱ五感が尖ってるじゃないですか。もうめちゃくちゃ陰踏んでくるんですよ。これがハッシュタグシトロンラッパーの由来でございます。はい、先ほどお話しさせていただいたんですけど、はい、やっぱりシトロンさんのその耳でのそのフィーリング感っていうか、すぐ陰踏むじゃないですか。漫才カンパニーって言って漫才カンパニーなのにって、あれラッパーとしては最強の武器っすからね。本当に面白い。いや、シトロンさんね、すごいよね。そうだね、あんな空気感だのに。いつかどっかでね、はい、シトロンさんやれたらいい。そうね、やっと一生できないと思うので来世に期待しつつ。